ラセーグ症候とは、神経診断学における寝症状を見るための検査である。下肢の虚上という点で、髄膜刺激症状の一つである、ケルニヒ症候と共通するが、その方法は異なる。SLR、ラセーグテストともいう、座骨神経麻痺の鑑別に使われる。 患者を業外にした上で、検査官はの片側の下肢を挙上し、痛みが大腿後面と膝元まで発現し、それ以上股関節の屈曲ができない場合に陽性とする。バリエーションとして、患者を座らせた状態で実施することもあるが、これはテストの感度を低下させる。まっすぐ伸ばした足が30度から70度の間の角度にあるときに患者が、 雑骨神経痛を訴えた場合、この検査は陽性であり、追間板ヘルニアが、頭痛の原因である、可能性を示唆する。陰性であった時は、その腰痛は別の原因であることが高いとされる。羅性具症候圧、神経根、ね、雑骨神経の障害を示唆する初見である。頸部でのスパーリング兆候と同様、根症状を示唆する。陽性であった場合は、がくらいで全部から、 大腿後面にかけて圧痛があるか確認する。これをバレックス圧痛点という。ラセーグ条項を調べるときに居上していない側の座骨神経領域に頭痛が誘発される場合がある。これを逆ラセーグ条項といい。これは座骨神経領域の痛みが誘発された下枝側の腰椎椎間板ヘルニアによる座骨神経への圧迫を示唆する。フランスの整形外科 シャルル・ラゼーグの名前に由来する。彼の著書には、ラゼーグ兆候自体のことは書いてあるが、名前自体は書いてなかった。彼の弟子である、JJ ホストにより1881年に、座骨神経痛の化病を装う兵士を鑑別するため、紹介した。ありがとうございます。